明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もですね、登録者1万人を目指してですね、目標1万、このローカル YouTuber アマキンがですね、頑張っていきたいと思います。皆さんどうぞ今年も1年よろしくお願いします。お願いします。何日ですか今日？今日ね1月2日です、はい、今年もあやらさん寮に行って、はい、うん、来年のねアマキンの抱負を、来年、あ、今年の金の抱負を神様にね、はい、お願いしに行きたいと思っております、はい、本当に YouTuber と思われてるのか、あ、認知されてる方、変な人と思われてるのか、はい、一応ちょっと地元なので、はい、写真を撮ってくださいって言われるまで参拝をする。ですか？いや、まだ凛とするよ。あれが YouTuber だと。わかりました、わかりました。はい、どうも。じゃあ今から歩いて行きましょう。参拝行きましょうかね。はい、初詣に行ったいか。チーン。これやばくない？これ見て。でかっ。でかっ。そうね。すごい。お、なんかこうモグラだけでピンパ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 ンみたいなさ。行きましょうか。おおって感じや。え、本当に今日写真撮ってくださいって言われなかった？ずっともう3カ所ぐらい来る。マジっすか？その一人ぐらいはさ、多分さ、うん、言ってくれると思うけどな、うん、サイン言われたら書くもんね。あるんすか本名を。で、結構いますね人が。足がすくんできた。ちょっと多いよやっぱり。2日は家族でも行ったことないのに、ね、初詣でさ。2日ぐらいお前と2人で何でやんな。帰りたいですね。いやいや、これやばいね。めちゃくちゃいっぱいいますよ人。やっぱあやらさんね、すごいね。すごい大吉、大吉のよくなってきた。年早々トラブルが、トラブルがあってさ、はい、いい感じ撮影してて、うん、知り合い向いてバーバーやったわけ、うん、そしたら宮内庁の管轄が、うん、活用取って目を取って、今年も一年よろしくお願いしますって言ったんだけど、警備員に捕まって、うん、天金さん来てんじゃんって、うん、はい、何ですかって言ったら、ここはダメですって、早く教えて、去年も行ったんだって言ったら、なんか刺激がどうたらこだわって、そうですね、でも神様のところでさ、うん、嫌が言うといけないので、うん、脱帽子すいませんでした。どうしますかね。どうしようか。写真撮ってって、写真撮ってもあったかね。いやいやいや、嘘ついて。次の神社行きましょうか。マジっすか、わかりました、行きましょう。年明けそうそう送られたもう。行きましょう。行けないんだろうね、うん、じゃあ次の神社にちょっとリベンジや。近場のまた神社に来たんですけど、うん、はい、なんかおしゃれだよ見て、2個あるって。あれが本当だ、南大隅町の巴神社だったかな、初めて行くんですけど、はい、ここだったら多分いいんじゃないかな、南大隅町っていうね、いいところだよね、うん、自然がいっぱいあって、そうっすね、なんかいのどかですね。諏訪神社だった、諏訪、さっき何て言ったっけ、巴神社だっけ。ダメ、勝手につけんなよって話だよね、マジで名前で。南大隅の諏訪神社です。いや、いいっすね。おみくじをください。はい、一つ一つ、恋みくじ。恋みくじって何、恋、恋、恋みくじしかないんだけど。ありがとうございます。これ何、あ、これはおみくじ。あ、これじゃあ一つください。これですか、こっちがおみくじですね、こっちが恋みくじですね。じゃあ、ありがとうございます。なんで俺恋みくじ買ったの。恋みくじちょっと開けましょう。両方やってるつもりで恋みくじ買ってしまった。それ開けましょう。今から恋するわけよ俺。恋みくじ小吉ですね。なんでこんなの買ったんだ俺。まあ小吉だからいいんじゃない、はい、うん、これは絶対いいと思う俺。やらせなし、2回も買えないし。逆、何ですか、中吉。微妙なところだ。微妙やな。去年は、去年は大吉だったんだけど、お産、母子ともに健康、うん、病気一生選べない。急には無理控えてよし。あ、今日、今回は中吉でした。中吉か。
大学違う当たるまで引こうかな。ですか。そうそう、小吉と中吉やった。足して大吉ってことですか。一応脱帽です。脱帽しないと。運気が上がる。運気が上がる。はい。ちょっと YouTube で。ですね、音が鳴るもの。ああ、神道はお祓いと呼ばれるものはすべて音。はい。笛、太鼓、笙、いろんなものは音でございますから、これは袋から出していただくと非常に綺麗な音。ああ、いい音ですね。はい。これください。はい。これいいですね。ほら、本当にいい音。あ、清らかな。ぜひ見てください。はい。では神社。いいよこれ、絶対いいこれ、うん、おしゃれ、聞かせてください。あ、いい音、いい音だね。鈴でもなくベルでもなく、うん、魂の音だよこれ、うん、どうしますかっていうか、これから今かもう一軒行く。もう一軒行く。声かけられる。ちょっとそういう感じじゃないね。ね、ちょっともうみんなガチだよ。じゃあもう地元に行きますか。いや地元行かない。アワチンTV。いい場所だったね、諏訪神社ね。いやー、はい、なんか初めて行った。南大隅めっちゃいい場所で、うん、もうまず霜が降りないらしい、うん、でちょっとここにね、自分知ってるお花屋さんはおじちゃんおばちゃんがあって、はい、ちょっとドッキリで急遽。あ、そのさっき紹介してくれた。そう黙ってちょっと行ってみましょう。ああ、いいっすね。トイレ貸してで行って行こうかな。あ、トイレ貸してくださいみたいな感じで。行ってきたよ。ここですね。いや、すげえこれ、花とすごい。ガチャンってね、これタバー作るわけよ。めっちゃ大きな花屋さん。カバリー中で。じゃあ。行った。行ってきた。うん。うん、トイレ貸し。トイレ貸してトイレ。行ったって諏訪神社に。あ、マジで。あ、ちゃんすごいわ。ハートが強い。うん、すぐでしたね。撮影していいわけ。うん、綺麗なんか。そうね。おいしい。綺麗。見て、おばちゃんの。行ってきたっちゅうわ、諏訪神社に。トイレかね。はい、行った。じゃあ。忘れたの。行ってきたっちゅうわ。な。行ってきて。お方でしょ。お方。いいとこですね。いいとこだよ。お茶をね、あのほら、お茶じゃない、うん、ご飯をさ、そう、そっちが自白。めっちゃいい、めっちゃいいとこだったよ。まずいね。そう、どうぞ、座って、座って。ファミリーマートはあるんですか、南大隅っちは。あるよ。金庫町もあるよ。金庫町もあるよ。ま、飼ってくれたわけ。来るだろうと思ってさ。でしょ。優しいな。来て。これどうやって食べるのこれ。チンするだけじゃないですか。そう。はい。じゃあ、ほどこしの。急に来て、お差し入れもらいました。優しいです。これどこのラーメンですか。これはね。展開チームどこですか。ファミリーマートです。ファミリーマートです。ファミリーマートのラーメンを待ってました。今チンするだけで下からね湯が沸いてくるんだって。だるっちゃマジでもらいっぱいやっちゃうんだ。これはね人柄もいいよ。人柄いいね、うん、南大隅の人たち人柄いいですよね。諏訪神社にみんなお越しください。諏訪神社ね、鳥居が2つあったでしょ。だから、うん、ではないよね、あの水で休んであれや、うん、唐辛子は入れんでいいの。唐辛子入れる。地元の味。味どこに地元に。ありがたいね。美味しいですね、やっぱり。ビア茶です。うん、ああ、美味しい。うん、ビア茶。ビア茶のこれ宣伝してくれ。ビア茶。ちょっと待って。ビア茶って有名ですよね。ちょっと待って。宣伝だね。同様のなさが田舎もあるんだし、すごいですね。怖いもんないからね。いたたじたじ。奥さんのどこやかったんですか。奥さんの
どこがあるビア茶美味しいわ。ビア茶落としてくれ。あ、これこれネジメビアじゃね。そうそう、有名やね。待って待って、これ、うん、いや、もう取りましょう、これね。取りましょう、どうぞ、はい、どうぞ、あげ、ありがとうございます。美味しいよ、こっちは。まあ、これ血圧は下がるんですか。下がりますよ、下がって、あの、うんうん、あの無農薬。めっちゃ美味しいわ、これ無農薬よ。無農薬、うん、本当に。だってビアは農薬かけてないから、うん、なんだビアじゃの回しもみたいな急に始まったんですよ。あっちはね、あ、俺好き、ね、うん、飲みやすい、うん、飲みやすいでしょ、うん、うん、いいよ。戸塚農場ですね。そうです、そうです。ぜひ、エビワチャを、うん、ねじめです、ねじめ、南大隅町の戸塚農場、うん、お願いします。有名ですよね。有名ですよ、うん、めっちゃ大きいもんね、うん、人ん家の世話好きでね、自分のことより人の世話だから、うん、だからそう似合うか、その あ、じゃあち髪似合うね。もう結婚して何年ですか。え、なん、私真面目なインタビューやる。そして40昭和55年じゃ何年な。俺が1歳の時だ。もう41年。41年、結婚生活41年。こっちがね、うん、仲いいよこの夫婦。お見合い、あ、お見合い、お見合いよ、白黒でねえ、お見合いやったの、うん、どこで、どこでって、あ、教えようか、うん、平瀬健義といたの、平瀬健義、うんうんうん、その家でしようかって、うん、大した情報でもなかった。1対1、うん、いっぱいいた人が、昔合コンやな、合コン、合コンやもんね、うん、そのおじさんたち、おばさんたちがいたってこと、周りにね、周りにね、うん、な、どうでもいい話してる。多分息子の娘は腹切れちゃう。まあ、金何聞いてんのって。ここで修行したのよ、修行で、もう花屋の修行めっちゃお世話になってさ、この人のところに。そうです、そうです、ね、20年前ですけど、うん、市場に行ったね、朝早く5時に起きて、園芸花市場ね、園芸花市場、そっちの方ね。めっちゃ買うから、ごめんじゃん、まず花をちょっと片付けとけよかったよ。ごめんなさい、今日だけ。これぐらいがいいんだ、いつも綺麗ですもんね。前割りをしたよ、前割り。何これ、今夜の無焼酎を、うん、ろ過すんの、いいよ、お湯と、にゃ、お湯、水と、うん、あ、もうほら、お湯を水に、あの、冷めてから、うん、水割り、うん、水割りになってるから、うん、これを今夜チンスで、まろやかになる、味がね、夢テレビを見てた、そういうこと、それこそね。どうでもいいやな、ちょっとなんかまろやかになるんだって。僕、飲まなきゃ、お子さんも、私はこっち。大きい方だよ。そうけ、そうけ、小さい方が旦那さん。もう、うん、イーさんも、そうそう、でこっちがおじさん、こっちがおばちゃん、おばちゃん、うん、おばちゃん元気になりましたね。昔太陽王子だったんですけど、うん、なんか、そこの鬼丸神社なの、面白い、いいよ、いいよ、綺麗ね、鬼丸神社、いい、いいの、いいよ、これ間違えてあそこにとかあった、さっき、あ、そうなんだ、誰もいないよ。誰もいない、静かなところ、うんうん、でも由緒正しい神社だよね、上がってみて、本当に怒られない、写真撮っててくれな。怒られない、ダメだ、誰もいないんだって。急遽、はい、神社がまだあったんですけど、はい、あの瀬戸下のおじちゃんとおばちゃんが、はい、鬼丸神社を超おすすめするから、はい、一緒に行くしかない、行くしかないわ。ご飯ももらったし、なんか、はい、ね、来たら最後この辺に。どこもウェルカムだから、お腹いっぱいですね、お腹いっぱいだよ、ちょっとあるかな、なんかね、おばちゃんがね、レインボーから珍しいわけ、珍しいです、珍しいな、こんな種からね、これレインボーゆかりだって、レインボーゆかり、珍しい、あの、うん、私が死んで、息子が死んで、うん、ま、あの孫がじいちゃんになったら、この幹がね、うん、レインボーの色になる、おばちゃん、おばちゃんの頭がレインボーなんじゃないの。これ珍しいんだ、そうよ、そうよ、これ種だよ、種、小さな、種が来ないだけ、うん、あの、うちのね、あの、まあ、言えば神木や、神木やな、もういいですよ、あんまりないと思う、あんまりないね、うん、ないけん、ないないと思う、もし欲しい人はどうすんの、あげません。何のための、何のための、いや、そうですね、宣伝よね、宣伝、すごいね、頑るね、もうまた、これ、おにわれんと、これで8年、7、8年でこの大きさだからね。すごいね、あ、10約分早くから、まあ、あんたちの負けです、もういいってよ、もういっぱいやっちゃう、ごめんね、やばい、行くよ、はい。
これですね、うん、言ったばっかりにさ俺はさ鬼丸になって珍しいよって言ったばっかりにこうなりましたもんね、うん趣旨が100段ぐらいの階段があるんだってもう勘弁しっくりしようマジで。しかも駐車場もないし路中路中南大隅町鬼丸神社ようこそ。到着。鬼がいるよ。鬼が鬼がほらどうだ鬼丸がいやこれみんな知らないでしょ。知らない知らないんでしょ。これ堀本してください。あの天然記念物。あ、団体連休んだ。うんうん。あいろんな木がすごいがね、これは樹齢ね。なんかもう何もかもついてますね、この軒にね、うんうん、マイクが、うん、どうやっていくんですか。案内、案内に瀬戸下さん夫婦が案内してくれますおじちゃんたちはね、ここでね、うん、小さい頃遊んでたんだって、うん、境内で、うんうん、それだけうん、もう違ねえのかよこれは一段いやいや、いやそう、一段一段で食べて長い、長いあれだね、階段だねこれこそ、本当誰も取材しないような場所、うん、見て見てもほら、あの苔が生えてね早かった結構構えたんだけどあっという間でしたね終わり正月の2日に鬼丸神社に来るとは漫画だあ、綺麗に塗ってますね綺麗ですね100円、100円貸してください取ってあげて止まったこれは振ったね、はい、ソフトボールしよったんでしょ子供ここで一塁に走るとボールを投げたら落ちる三塁の方に走る逆なんだそれフォームはここ、フォームはここなんだどうでもいい年明けですか今日はほいで落ちたらねまた始まった落ちたらまた取りに行かなきゃ取りに行ったらはい負ける気って知ってるけはい負けだそれで負けるもんだからはい負けをできて帰ったらあの親父さんが怒られてたんだってはいはい、うんどんぐりコロコロババチョップだったっけしっぺーでこっちに何をお祭りする神社子供何をですわからない学業とかさいやそんなもん何もないんじゃないの何でもいいんじゃないかな鬼を退治昔から、うん、昔からのねアワチンテレビ大吉が出るまで初詣を試みている天木でございますそんな企画でしたっけ企画どうでもいいわもうああ写真撮ってくださいって言われるまでそれも忘れた忘れたんだまだ早かった調子になりましたうるぼれるなとすいませんでしたとうとうですね、はいはい、地元の私塾所持者に行きましたもう超地元ですねおはようございます従業員従業員だったのこれはきついよおめでとうございます今年もよろしくお願いします今年もよろしくお願いします危ないから赤ちゃんが可愛いよ今年もよろしくお願いします今年もよろしくお願いしますありがとうございますということでですね知り合いだらけですよ多分49所ああ49の場所かなちょっとお賽銭借りていくか、うん、それに借りていいですけど大丈夫ですよろしくおめでとうございますお名前なんですかりょうじですりょうじですこの YouTube 見れば塗り替えて新しい方、うん、すごいよすごいなカツラ取るの忘れてた何が一番売れる、あ、交通安全あ、これ交通安全
丸くいく。丸くいく守り。これどうですか。喧嘩とかしないで丸くいきましょうって。でこれ丸くいく。今年は丸くいきたいので丸くいくを一つお願いします。500円になります。500円楽しみにしますよね。嬉しくなります。なんで小山にいるわけ、はい、いやちょっとここ行ってみようかなと思って。あ、たまたま、ありがとうございます。小山さんがいるよって言ったら挨拶だけしたいって。あ、どうも、よろしくお願いします。あれもしかして山本さん写真撮る、一緒に早く写真撮るよ。山本さん写真を撮るよ。早く一緒に撮れ。チアちゃんも一緒に見て、チアちゃんも生えてるから。たまたま撮影した。おっさん、おしゃれだね。公園間に合いない。はい、チーズ。ありがとうございます。よかった。ありがとうございます。企画これですよ。これで面白い。よろしくお願いします。ありがとうございました。なんてなんかカメラ構えてるなと思って。なんかカメラ構えてるな。撮影で撮影。出るよさ。撮影だった。ありがとうございました。無事企画が。なんかもうダメ元でしてた企画が最後に。まさかのちょっといてくれて助かりました、はい。今年もですね、はい、1年アマキン TV 行けるとこまで頑張りたいと思います。よろしくお願いします。